ゃいらっしゃい、カウボーイさんいらっしゃい、ブルーミーが以上ですね。あ、ブルーミーが来てる、ごめん、ブルーミー三口さんおめでとう。ブルーミーとは番組やろうって話、おキフミズバーでいいですね、カメラの番組ってせっかくカウボーイってたからパクれってたパクっちまえつ、いや、いいんじゃないですか、なあブルーミーな、パクってからブルーミーと俺であの画角たち、手伝いましょうか。怒らん、ダメです、俺がですと、俺もキャンキャン手伝ったらダメ。ブルーミーでやるな、ブルーミーな、やるぞ、 いつもならあのユータブローやるって、やるって、いつもユータブローに向かってるやつがあの当たれちゃうから僕に来そうですよ。キャンさん何やってますか。マンゴーシェフさんいらっしゃい、ブルーミーさんもう OK 出たからやりますよ、もうあのコーナーもどんどん考えてください。やりたい放題ですか。今日は31か31の2は一応反対から向かうようにします。2はどっち、あっちか、はい、ああ一応試しにこの段取り一応作ってみましょう。なるほど、 OK、 はい、じゃあ始まります。オープニング今日は何の、あ、ブルンブ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 ルンブ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 ルンブ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 ンということで、今日は朝暗いうちからヘドまで行ってきました、ひふみです。5月13日開店158日目、本日も順調にオープンしました、ひふみーずブーン、ブルンブ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 ルンブンブン。してからに本日の三口さんはこの方だ、ブルンブ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 ルービーさん、いらっしゃいませ、おめでとうごっくんちょい。まんまるシェフさん、沖縄 T シャツパパヤーさん、埼玉のはちみついかさん、いらっしゃいませ。さあ僕は何を映したでしょうか。パパヤさんの番組もあの僕の朝毎朝上げてるアップしてるあのラジオのリストに入れましょうね。辺戸岬、一番最後に行ったらもう20年前になる、あの時はまだ、ああもう一応もう一応たあ一つ建物あったな、レストランみたいだ、だって変わってびっくりしたけど、もっと変わってるんだろうな、今超到達もできてるよですね。あれ何、ヤンバルの森を紹介してる建物か、その前の多分カンボイさんが最後に見た建物は台風でぶっ飛んでなくなってるんですよ。駐車場も広くなってますよね。駐車場一歩ずつ行ってます、はい、そう、駐車場一歩ずつ行ってました。僕、うん、あれです、半年前に行きました。何し、あ、車買ったからもあるんですけど、デートか、いや、名護まで行った、デートじゃないわ、名護まで、ちんちゃう、名護まで仕事で行った時に、ちょっと、せっかくが起きてるなら手戸までドライブしてみようと思って一人で行ってみたんですけど、真っ暗で何の意味もなかったです。パパヤさん、いつも使ってる音源じゃなくてひふみずばの告知用の音声を誰かに送ってください。放送中にかけましょう。ありだよね、いいですね。僕のこれからかけられるから、音源僕に送って、僕に送ったら僕のでこっちから再生しますよ。すぐ再生できます、すぐ再生できます、すぐこっちでピッて、はい、なのでもっと落ち着いたら声で喋りたいですね。生放送ができたら最高だけどな。ですね、ラジオはやっぱり生だよ。そうですよ、そう、僕も生で宇宙の話したいっすよ。うん、沖縄にゃんちゅうさんいらっしゃいませ、今夜もお邪魔しますと来てます、お邪魔してください。今日のひふみずばのテーマは挑戦です。皆さんが挑戦したこと、しようとしてること、したいこと、挑戦、何でもいいです。一人でジェンガ挑戦とか、縦列出身下手だから頑張って挑戦して上手くなるとか、カンボイさんも三振挑戦してるじゃないですか、メールください。
頭切った？頭切りました。いつ切ったかな、少し前に。1500円ですどうでもいいか。さあ始めるぜ。今日のオープニングゲストがちょっと遅れてくるんで、あのツイキャスいっぱい読みますよ。皆さんコメント番でしてください。全部拾います、曲かけるまで。ではまた後ほど。はい、はい、後ほど。ブルンブ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 ルンブンブンブン、意味は。西町では牛乳ごっくんちょ、久茂地ではいい人キャラ、公安ではヌーガラポイポイ。でも遥か昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きのおじさんがリアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオでオープンした仮想のバー、ひふみずバー、オープンです。ティーティー。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってVIPルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。最近はリスナーさんからのお悩みがないのでですね、ちょっと寂しいなと思ってる今日この頃でございますので、ぜひ皆さん軽いお悩みから重いお悩み、何でもいいので、お悩み募集してますんで、ぜひ番組のテーマにして、お悩みもあれですよ、僕が答えるんではなくてリスナーさんに今日の誰々さんからこういうお悩みですよとか、匿名さんからこういうお悩みですよ、皆さんどう思いますかっていうのを番組中に募集します。で事前に、1週間ぐらい前にテーマ配信ができたら SNS でひふみずバー、各 SNS でテーマ配信してるので、そこでお悩みもこういうお悩みですっていうことで書きますので、事前にそのアンサーを皆さんから募って、それをお悩みの方に届けるというだけの番組ですので、ぜひ皆さんお悩みあったら送ってください。さあこの番組は仮想ラジオバーです。仮想の層は、理想の層です。この仮想コスプレの仮想ではない方の仮想ですね。仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。ういですよ、まずはメール、メールアドレスが123hwmb@gmail.com。 ツイキャスに、あ、次にツイキャス、お持ちのツイッターアカウントでツイキャスアプリから入店できます。早速噛みました、ありがとうございます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。また FM 機能では YouTube ライブでも当店の音声と、映像をネットで配信しております。FM ギノワンのホームページからも入店できます。してからにサイマル放送でもやってます。マスターのおすすめはマイチューナーラジオアプリ、他のアプリより操作が簡単です。あとリスラジもでも音楽も聴きますので、音楽はリスラジ、マイチューナーラジオアプリ電波で聞いて、コメントはツイキャスでコメントすると。で YouTube の方でもコメントできたりするんですけど、こちらでですねコメントが見れない状況なんですよ。なので、YouTube の方は、アーカイブを残すための配信というふうに、思っててください。生放送でコメントやり取りするのは、あくまでもツイキャスの方でということで、よろしくご訓示。パソコンでお聞きの方は FM ギドワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。さあ先週の振り返りなんですが、先週のひふみずバーにはオキズリアングラーと沖縄県内の遊漁船とをまさにつなぐスイベル株式会社の代表の大城仁さん、そして、エンジニアの中本さんを、にご来店いただいて、乗り合いという名のブラウザを紹介していただきました。実はって沖釣りって人数がいないと船が予約できなかったりするんですよ。逆に遊漁船の船長からすると人数、少人数では出港ができないので、例えばお客様が2人で釣り行きたいって言っても2人で、船チャーターする金額を求めるのがちょっと酷だからと言って、赤字で行く人がいないと思うんですけどね。なかなか利益取れない金額で出航したりっていうのもあるので、個人で集客するのは難しい船長と、
なんていうんですか、人数を集めきれないアングラー釣り人をつなぐ新しいあのプラットフォームとなる乗り合いという名の新サービス、マジで釣りが好きなマスターからとても夢のようなサービスだと思いました。ぜひ皆さん沖釣り行きたい人、そして、今遊漁船登録をしている遊漁船の船長さんの のアクセスを募集しているそうです。ぜひ皆さん知り合いのさ釣りサーとか船ムッチャーにこんなのがあるよと拡散してください。そんな乗り合いは検索方法を言いますよ。アルファベットで NORIAI-FISHING.com ですね。NORIAI-FISHING.com これは乗り合いフィッシングコムと書きます。Google でヤフーで乗り合いフィッシングコム、NORIAI-FISHING.com で検索してみてください。するとそこにはもうすでに、今日13日だからもう明日からの14日の、14日どこのこの船でこんな釣りを募集してます、あと人数何名募集してます、金額いくらですっていうのが出てますので、それに見合う自分が行けるスケジュールと行きたい釣りの情報を探してそれに登録すると。で船長さんは、遊漁船の方はこちらっていうあのバナーがあるのでそこをクリックしていただいて、遊漁船登録番号とか、登録していただければそこにあの自分の船の状況、今度いついつどこに どういう釣りをするっていうのを書き込めるあのフォームに入っていけますので、そこでまた書いていただければ、お客様からアクセスが電話がかかってくるという状況にらしいですので、ぜひ皆さん有効活用してですね、これから夏 の沖縄の釣りシーズンをですね、盛り上げていきたいな、楽しんでいきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、そして今夜のひふみずバーにはなんと、すごいですよ。40歳以上の日本人、アジア人で初めて 100m を10秒台で走ったスプリンターにして、に世界一 初です、ね、アジア人初です。一般社団法人アスリート工房の代表である福里武さんがご来店。いやもうね、やっとお呼びできます。前回、一度オファーした時にちょうどコロナの直前だったんですよね。で、去年のコロナが、流行り出した頃、番組の方もゲストさんを呼ばないということで、FM ギドワンの方でもそのスタジオをシャッターを落として、でゲストさん皆さんキャンセルした件があって、ちょうどその時に福里さん入ってたんですよ。なので、1年以上お待たせして、今回やっと今日来ていただけるということになりました。世界一になった、サクセスストーリーとか、あと今、今後挑戦することについて詳しく、お話を聞こうとお伺いしようと思っています。そんな福田武史さんへの質問や、応援メッセージお持ちしております。福ちゃん先生と呼ばれてました。ラジオ沖縄の親子ラジオでも福ちゃん先生という名前でね、番組出てましたので、ぜひとってもフランクな方で何でも答えます。しょうもない質問でも何でもいいと思います。ぜひ皆さんメールをよろしくお願いします。てなわけで、もう一度メールアドレスをゆっくり言いますよ。違う、その前に今日のテーマだ。そんな福里武史さんをお迎えして、お届けするひふみずバー、今日のテーマは挑戦、チャレンジ、挑戦です。あなたが今まで挑戦したこと、これから挑戦したいこと、あとは変な挑戦。さっきちょこっと言ったんですけどね、一人ジェンガとか、右手で丸書きながら左手で三角を書くとか、車の免許を取って車を買いたい、もしくはバイクの大型免許を取ってハーレーを買ってサイクリングじゃない、なんていうの、ツーリング行きたいとか、そういうチャレンジ、あなたがこれからやりたいチャレンジ、今までやったことがあるチャレンジ、自分こんなのやりましたよとか、このチャレンジは大変だったとか、思ったより簡単なチャレンジだったなとか、あなたがこれまで体験したチャレンジ、挑戦でテーマを、メールをお願いいたします。また今ツイキャスの方はですね、今
あの福田先生が、こちらにいらっしゃるのちょっといつもよりいつものゲストさんが来るよりちょっと遅れるんじゃないかと思ってるので、今からあのまた提供クレジット終わってからツイキャスの方拾っていくんですけども、ツイキャスの方あの福田先生来て僕たちあの人結構ゆたくなんですよ、おしゃべりすると止まらない方 で福田先生と僕と話するとまた盛り上がってしまうので、福田先生来た時にコメント拾えなかったりする可能性もあります、ツイキャスのね。なのでなるべく拾うんですけど、できない可能性もあるので、ぜひあの福田先生に福田滝さんに この言葉を伝えたい、これを聞きたい、これが言いたいんだっていう人はメールでぜひ送ってください。メール 100% 採用しますので、ぜひメールであのお寄せください、よろしくお願いします。ということで、もう一度メールアドレスをゆっくり言いますから聞いてくださいよ。数字の1、2、3、アルファベットの小文字で HI、 アルファベットの小文字で HWMB@GMAIL.com です。ドットは点です。さあすぐにあなたの挑戦したいメールを、挑戦についてのメールを送ってくださいということで、この放送は体の不調は骨の歪みから、あのシャーロントゥーダスカイのギターボーカル魂さんが所長、 HSTI 骨格調整所月の庭、そんな魂さんからのお知らせがあります。5月22日は浦添グルーヴでグスクロッカーズナイトボリューム26を決行、17時会場、17時開演、17時30分開演でやります。この間でかい会場でやったけど、毎月恒例のグルーヴライブは、毎月恒例のグルーヴでのライブは違う楽しみがあるからやめられない、ホームグラウンドで会いましょうということです。それから2021年6月9日にリリースされる新曲アウトサイダーの主人公アウトサイダー T シャツをリリース、初回オーダーは予約販売ということで、初回オーダー締め切りは5月26日、真夜中レコーズ沖縄店までということで、 T シャツの販売もしているそうです。6月9日にまたリリースされるアウトサイダーの新曲もぜひお楽しみください。続きまして、板金塗装から愛車のカスタムなど、車の板金のこと、こことなら、ここ、トーマ板金塗装。そんなトーマ板金塗装からの、お知らせです。トーマ板金塗装の代表のトーマックスさんと、前面のパイセンが FM ギノワンの毎週月曜日の夜10時から、トーマスボディショッププレゼンツ、エルマのレディオショーという番組をやっております。ぜひお聞きください。ロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを構築して建築していくことを使命として設計施工をしております。 IMI コーポレーション、沖縄県内でこってり濃厚魚介スープつけ麺専門店、他店では絶対真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシのある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ夢の屋、ういうい、定番の富士屋ぜんざいのほか、ミルクぜんざいや黒糖ぜんざいに沖縄そばやタコライスなど多彩なメニューに全国発送サービスもございます。ぜんざいの富士屋、ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムもはじめ、沖縄県内で作られているダブルボランチ、そんな良質なアイテムを取り揃えているブルーファーストスター、北谷漁港で水揚げされた新鮮な沖縄近海の海産物をお昼から夜8時の閉店まで本日もぶっ通して提供しておりました居酒屋わわ、読谷で愛されて約10年、読谷村地域振興センター3階で毎日数量限定でお昼に営業中、つけ麺屋8連、現在ご家族の中に要介護の方はいませんか？在宅復帰を目指す入所施設、介護老人保健施設シルバーピア式な、
横浜中華街のアートギャラリー&プライベライブスペースで毎週末イベントをしております。ヒーフーミーズバーの横浜支店アートバブー146国際通り近く、公園のそばにあるダイニング、ただいま地元の食材をたっぷり使ったテイクアウトメニューを充実させております。リビング&ダイニング日の出、国産ハマグリに夜光貝、姫シャコ貝の浜焼きやっております。そして1人から2人前のテイクアウト刺身の盛り合わせが なんと500円。昼飲み発祥の刺身屋節子鮮魚店、丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアで提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過で焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店、先日琉球王国のグスクおよび関連遺産群式名園の券売所隣に王朝食パン式名園を出店。広々駐車場に車を止めて、いろんな限定食パンが買えます。ブーランジェリーパティスリー今井パン、ヤンバル名護勝山で美味しいシークワーサーをはじめ柑橘類を生産している井の葉果樹園、那覇港出港のモビーディック号ではサンセットクルージング、オルカ号では船上バーベキューをお楽しみいただけます。有限会社ウエストマリン、ヤンバルで食事をするならここメイクマン名護があるポケットプラザ名護敷地内ネオパーク沖縄入り口横、仕入れから徹底的にこだわった厳選食お肉に舌包みが打てます。ステーキはもちろん鮮度にこだわった刺身にシーフードまでご用意できております。ヤンバルレストラン58、美ら海水族館からの帰りにぜひ寄ってほしい商店があります。本部町先本部にある個人商店枠川商店、以上各社の提供でお送りしております。ということでさあ来たそうです。これからちょっとその前にツイキャスの方を拾っていきましょう。ひふみずバーではですね、ツイキャスで、ご来店のお客様をツイキャスとお呼びして、いるんですが、その追客の三口さんが今日はブルーミさんということでおめでとうございます。拍手の中にね、水飲む時間があった、ありがとう。そんな三口さんというのは何かと言いますとですね、僕が昔働いたカフェバーディズニーではその日の営業が始まった時に、カンパチさん、ワクワク商店気になる、あ、行ってください、トイレ無料で貸し出してシャワーを有料ですけど使いますよ、僕が働いたカフェはディズニーでその日の営業がオープンしたと同時に入ってきたとか、最初に来たお客様をですね、三井口さんと言ってワンドリンクサービスしてました。その日の営業が繁盛するようにということを願って借り付けてました。本日のひふみずバーでも三井口さんをいらっしゃいませということでお祝いしております。今日のひふみずバーも繁盛するようにブルミさんいらっしゃいませ。今日の三口さんはブルミさんですよ。こんばんは。音符マークと来てます。いらっしゃいませ。ブルミさんですね、先週の放送でひふみずバーで番組やる話したら、やりたいということだったので、ちょっとカメラとか写真についての番組をちょっとやりたいということだったので、ちょっとこれね、練ってね、やりましょう、2時間。本家が1時間番組なんで、うち2時間で写真の話できますんで、ブルミさん、いろいろ。いろいろパクりましょう、ね、楽しみにしてますよ、企画よろしくお願いしますよ、その次来てるのがシュプリムさん、マスターバーティンさん、通客の皆さん、こんばん、ごっくんちょ、チンアナゴです。確かにチンだ、しんちゃん、大阪のしんちゃんですね、こんばんはって来てます、いらっしゃいませ、それからカウボーイさん、ひゆみさん、キャンキャンさん、福ちゃん先生、皆さんこんばんは、相変わらずムシムシしてますね。 iPhone に、聞いたところ90% って湿度 90% って言いよった。さあもう雨降らんのにこういう時のために梅雨入りしたと見られるっていう曖昧にしたんだはずね、後で怒られる方笑えて、ずっとこのネタ引っ張ってる、いいですよ、それから次来てるのが、シュプリムさん、
マスターバーディンさん、次読みさん、これよ、ごくんちょ、チンアナゴ、さっき読んだの、上に戻ったの、ごめんなさい、ごめんなさい、その次来てるのはまんまるシェフさんです、アロハーと来てます、いらっしゃいませ、その次が沖縄 T シャツ、パパヤさん、こんばんは、旦那と一緒に聞いてる、あ、旦那さんも聞いてる、いらっしゃいませ、旦那さん、よろしくお願いします、ひふみです。その次来てるのが埼玉のはちみつ一家さんです、こんばんはって来てます、いらっしゃいませ、いらっしゃい、いらっしゃい、かぼえさん、辺田岬一番最後に行ったのは20年前、あの時あった建物もあの時どうなってるんだろうと変わっててびっくりしたって言ってますけどね、今一方通行になってますよ辺田岬、それから新しい建物もできて、ヤンバルの森を紹介する施設もできてますので、はい、であの記念碑がねまた新しいのがいくつかできてました、ぜひ皆さん江戸岬遊びに行ってください、はい、それからそれから、沖縄にあるチュールさん来てます、いらっしゃいませ、マスターキャンさんこんばんは、今夜もお邪魔しますということです、来てますね、いいですね、沖縄 T シャツパパ屋さんありがとうございます、ラジオもっと落ち着いたら落ち着いた声で喋りたいです、ね、そうあのテンション上げるとね声が高くなっていくんですよね、後で僕も声が高く高くだたたたチャーカミ高くなると思いますけど楽しんでくださいよ、カボイさんパパヤさんの番組今日は寝ないようにしないと先週途中で寝てしまった、俺だから先週も先々週も先週からがスタートだったっけ、聞けてないんですよ、ごめんね、今日絶対聞く、それから埼玉のハチミツさん、マスター頭切った、はい頭切りました、沖縄では断髪の髪を切ること頭切るとか言いますよ、今日のテーマ挑戦については早速来てますね、沖縄 T シャツパパヤさん、ラジオに挑戦はもうやっちゃいましたね、次はソロ演奏のレコーディング、おいいですね、管楽器のレコーディング、はい、ぜひドラムじゃないけどリズムパートが必要で僕ので邪魔でなければぜひ協力させたいいただけたらなと思います、よろしくお願いします、はい、それからそれからそれからはじめしきさんメールしたよと、はい確認しました、後で読みます、泉さんの特急サザさんも来てます、こんばんはって来てます、いらっしゃいませ、メール来てましたよサザさんも後で紹介しますね、ていって手紙なんだろう、ていって俺簡単何かじゃないかな、ごめんなさい分かんないそれから、国原さん来てます、こんばんはって来てます、いらっしゃいませ、あやなりさん、遅れてじゃお邪魔します、マスターバンバンチャーバンバンチャー、それから、あとですね上原一郎さん来てます、はいおはこんばんちは、ひえみさんマイケルジャクソンを身近でことが見たことがあるものです、楽しい時間期待しますよ、局長と同じ名前の一郎からでしたということでね、このくだりもね最初ねあこの人めんどくさい人かなと思ってたんですけどね、毎回もずっとずっとこれでコメントしてくるんですよ、これがね癖になってね、これじゃないってコメントって来たことないんですけど、なんかねこれ読むの楽しくなってるし他の番組で聞くのがね楽しくなってきてます、ぜひ続けてください一郎さん、はいすいません、あのめんどくさいって思ってごめんね、それからダンサーさん、こんばんはネーナでございます、ロックバルーン、あーネーナもいいね、久しぶりに今日のよ後で僕の一曲書きますけどネーナじゃないですけど、まあいいや、あ聞いてください、あとはなぎすきさん来てます、いらっしゃいませこんばんは、久しぶりに来ました、はい久しぶりです、楽しんでください、今日はマスターズストリートアスリートの福里武さんがこの後登場しますのでですね、ぜひ皆さん挑戦というテーマでメールをお寄せください、沖縄にゃんちゅーるさん福田さん1年越しのゲストですね、マスターズアスリートの話が聞きたいですね、もういろんな活動してる本当に、今度のドリームまた何かあるみたいですからね、すごい噛まなかった、いや噛んだよ、なかなかさん愛知からこんばんはと来てます、いらっしゃいませ、え初めてかななかなかさんって、あもしかして名前が変わってる、後ろの ID は見覚えがある、よろしくお願いします、進撃のやちゃん、あら珍しい噛んでない、本当に今日噛んでない、イエーイ頑張ってますよなんとか、カンパチさんおばんですって来てます、いらっしゃいませおばんです、ワクタン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 、あワクガ商店の話ね、そうそうそう、カンパチさんワクガ商店気になるって、はい、海洋博物に向けての58号線走ってると元部長の中に入って右側の方に北向けって海洋博公園の右向けの右側にある商店です、トイレマークがでっかく出てる商店です、
中にワクちゃんっていうあの仲のいいリスナーさんが夫婦で営業あのお店もやってるのでぜひ皆さんあの使ってください。で、あのシャワーも使います。ただあの最近ねマナーの悪いお客さんがいてちょっとシャワーその有料でも200円なんですけど200円ででもちょっとあの汚す方が多いってちょっとぼやいてましたね。ぜひ皆さんあのお金払ってるから何でもいいではないです、次の方が使ったりまたそこを維持管理してる人たちがいるのでその人たちがきれいに気持ちよく掃除も片付けもできるようにねみんなできれいに使っていきましょう。ぜひよろしくお願いします。さあ今日のテーマは挑戦。なかなかさん挑戦といえば仕事で管楽器の修理をやっているんですが、あ、そうなんだ、すごいな、なかなか珍しい仕事じゃないですか。全国で30人くらいしか持ってない資格を取れたこと、あ、すげえ、素晴らしい、おめでとうございます、おめでとうございます。全国で30人しかいない資格持ってるって。浜松の Y 社に2泊3日で受けに行ったんですが最終日の前夜は、取れる自信がなくて焼け酒飲んでました。受かってよかった。え、待て、焼け酒飲んだ日に試験受かったってこと？これまたすごいさ、おめでとうございます。でもすごいな、いいね。そうそうそう、皆さんこれ今日はねこの挑戦という形でいろんな、ね、あの挑戦の話を聞かせてください。あやなりさん、マスターさっきメールしたよってね、待ってますよ。ブルーミさん、パクる、チャーパクるいいですよ。スプリムさん、挑戦、来シーズンはバカにしていたスノーボード協会の認定バッジテストに挑戦したいな、やっぱりね、肩書きっていうかね、資格あの目に見える形の証明って必要ですよ。協会っていうね、めんどくさいんですよ、いろいろあの協会運営に関してね、ただでできないので、またそこで働いてる人たちの利益もあるので、高いんじゃないっていうね、協会費とか運営費とかそういうのもちょっと感じたりしますけども、はい、あのでもそういうのもあって、また逆にそれを利用してしまえば自分の利益になると思うのでね、頑張ってバッチテストバッチッとビシャッと、決めてくださいよ、来シーズン、あ、そうそうそう、これね、で9時台にあと2枚、いや、あの、あ、皆さんコインありがとうございます。こっちの画面にね、あの僕が 見やすい画面にコインを投げた方の名前が出ない設定になってる。あっちにしか出ないです。あっちはね暗くて字が見えないんですよ。すいません。コイン、皆さん本当ありがとうございます。名前読みたかったんですけど、コイン投げた方の。パパ屋さん、今度そっちに帰ったら、ひふみズバーで生ライブやりたい。やりましょう、やりましょう。ひふみさんのカホンと旦那のベースも入れて。ああ、いいね。ベース拾えるかな。あ、キャンさんがいるから大丈夫。あれでしょ、何でもできる。チャナギ。武蔵さん、マスターキャンさん、中継の皆さん、こんばんは。わっしょい、わっしょい。生放送、お疲れ様です。はい、いらっしゃいませ。あ、なかなかが私の、なるほど、なかなかさんはパパ屋さんの旦那さんで、パパ屋さんは管楽器の奏者で、旦那さんは管楽器の修理の方。投げれますね。ダメか、投げたら大事にしましょう。なるほどね。ああ、持ちつ持たれつですね。わかりました。ぜひ2人で来てください。沖縄のチュールさん、9時台満タン、10時台もお願いします。はい、もう本当ありがとうございます。はい、それから沖縄大好きさん来てます。いらっしゃい、こんばんはって来てます。浜松舞社って、ヤマルハヤマルハ、これで読んでもね、全国神々協会の認定テストいつありますか会長って、誰が会長やねん。さあ、オチがついたところで本日のメールのテーマは、挑戦ということです。今日の挑戦の神々もセーフと、違うな、噛んでないからアウトか、なんだろう、どっちか。ということで、本日のひふみズバーの、あのチョイス、ひふみチョイスを聞いてください。今日ね、ちょっとね、あのノリノリの曲を準備しましたよ。でもね、このアーティストの名前知らない方結構いらっしゃると思うんですけど、僕好きなアーティストなんですよ。フランスだったかな、ヨーロッパのミュージシャンです。聞いてください、グールーデ・ロージン、どうぞ。こんばんは、いらっしゃいませ、お久しぶりです。すごいですね。すいません、めっちゃ本格的ですね。いやいや、どうぞどうぞ、こちらの席によろしくお願いします。すごい、お疲れではないですか。いや、もう、はい、今日は見ててオーラも入ってきたんで、あ、まあ、もう寝れる感じ。そうなんですね、
もうあのこの番組話してなかったんですけど、ツイキャスっていう、あだから見ましたそうやってて、ね、あキャスで説明してくれた、はい、あなのでもう音声も映像も映ってるので、こちらのラジオの放送とは関係なくそのまんま皆さんに映像が映りますので、びっくり、ぜひ。あ、なんか写真撮っていいですか。あ、もう全然いいですよ。メッセージ多いっすね。はい、コメント多いんですよ、皆さんのおかげで。皆さん、福さんと先生来ましたよ。すごいっすね。今日またスポーティーな格好してますね。もうね、今日ほら、こんな時間じゃないですか。うん。すぐもう、帰ったら寝れるように。いつも何時ぐらい寝るんですか。いや、早い時で10時半ぐらい寝てるんですから。あ、本当に。今日はでも、あ、まあ、最近結構あの韓流ドラマにハマってて、はい、帰ってから見てる、ちょっと中毒になった。結構遅い、まあ、12時超える時もありますけどね。マジか、はい、そうなんですね。あ、沖縄に中ですんだ、福田先生こんばんはって来たんです。どうも。もう声かけたらもう皆さんにも聞こえてるので。すごいですね、メッセージが、びっくり。いや、今日ね、あのメールもね結構来てるんですよ。で、時間11時ぐらいまでですけど、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今日やっと、やっと来ていただけた。すいませんでした、前回は。あ、いえいえ、もう、はい、今回もそうなんです。一回またあの日にち変更していただいて、はい、僕がまた失敗したので。いやいや、もうありがとうございます。ブルニーさん、武井壮さんとマスターズのリレーやってました。武井壮さんとはまだお付き合いありますか。そうですね、今も2013年に世界マスターズ出て、うん、100m 出て、まあ、ライバルとして対決しまして、まあ、それから結構一緒に世界。今年はどっちが上なんですか。今年、いや、あの武井さんと僕と上ですね。いくつ違うんですか。3つぐらい彼氏したじゃないですか。それで変わるんですか。はい、あ、そうなんですね、はい、学年的には。福田先生、今お年いくつ。僕今年50歳になりました。あ、なりましたもん、はい、誕生日、はい、同じで50代、はい、もう50代ですよ。ヒープさんが50代のその年の、例えば40、50、30とか、このゼロがつく年ってすごいエネルギッシュらしいんですよ、はい、だからあのいろんなことチャレンジできるっていう話前にしてました。あ、もう本人がその50になった時に。そうですね、もうヒープさんにもすごくお世話になってて、ねえ、何回も一緒に食事させてもらって、ヒープさんつながりで僕とも知り合ってるんですよ。そうですよね、あのだからヒープさん の, あの舞台あったじゃないですか。はいはい、僕がそれでお父さん役してる時に、はい、見て、そこからもちょっと。そうですよ、あの時に初めてお会いしてるんですよね、はい、その前って僕のこと誰とも知らないですよ、はい、すごい人だなと思って。もう僕あると思ってます、本当に。なんか、なんていうかな、あのその3つのプロだと思ってました。役者の、役者さんと思ってました。いや、もうあれはね、神がかってました。すごい、もう僕すごく、まあ、感動して。家族、いやー、ありがとうございます。家族と言って、はい、なんか家族、あ、皆さんでこれ、はい、行きましたね、はい、いや、もう後でこんな話できないのでまた今で話しますが、その後また僕が牛乳配達してるところに奥さんが働いてて、そうですね、福里の嫁です、妻ですって紹介されて、ええー、ってびっくりして、はい、奥さんそれ知らないで、僕ずっとあの牛乳売ってるところで受付というか、いろいろあの受け取ってくれたりして、でよくしてもらって、とっても感じのいい方で、奥さんも結構つながりますね。そう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 、本当不思議な縁で。そう、あ、そうなんだってやってたら、また、あ、終わる、あ、曲終わりました。はい。あ、次の曲準備してなかった。やばい。大丈夫です。大丈夫です。かっこいいな。こちらで告知用の写真失礼します。はい、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。すごいツーショットだ。沖縄狭いですね。みんな繋がりますね。 ありがとうございます。さあ、お届けしているのはひふみずバーでございます。そして、さあ登場です。本日のゲストさんご紹介いたします。一般社団法人アスリート工房代表の福里武さんです。いらっしゃいませ。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。いやー、やっと
はい、やっと僕 の, あのラジオに来ていただきました。もうありがとう、もうお招きいただきました。いえいえいえ、はい、今あのちょっと曲中もあの少しあのお話しさせていただいたんですが、僕が2016年に、はい、ヒープーさん率いる劇団オゼの、はい、あの琉球超人っていう市民劇にチャレンジした時に、はい、あの 僕の舞台を家族で見に来ていただいて、はい、その時に客出しって言ってあの、はい、演者さんがあのエントランスホールでお客さんを皆さん見送るするところであの声かけていただいて、大きい人だなと思ってあの時僕福田先生のことあんまり詳しく知らなかったんです。多分当時もラジオ出てました、あの時は親子ラジオ、まあちょくちょくなんかゲストとかレギュラーではなくて、はい、出始めの分ですけど、なのであの時もちょっと自分も本当にあの時あのその舞台のあれで、はい、週5、はい、毎日3時間、はい、みっちり稽古だったんで、はい、すごかった。それぐらいのことができるメンバーが揃ってたのですごく感動して、はい、もう本当だから僕ひるみさんはもうあの役者さんと思っててさっきも言ってた、ね、そう違うんですよ、牛乳屋なんですよもう超感動しました。いやでもね、はい、あのそのひるみさんの劇団が、はい、それが可能にしてくれるサポートが素晴らしかったんですよ本当に。で今はこのコロナ禍でなかなかそれができないんですけども、まあ、そういう出会いがあってあれからもたまにまた僕が別の仕事であの配達してるところにたまたま福田先生の自宅をにでお会いすることがあって、ね、家の前でおおと思って、最近もねそうちょっと自宅で、そうそうそう、少し前に、はい、そうです、はい、それであの家の前でお話しさせていただいて、はい、じゃあぜひということで、はい、そうですね、やっとひふみずば来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。もうどっから話聞こうかなと思うんですけども、まずは皆さんがあの知ってる福田さんの姿っていうのはやっぱり、はい、あのマスターズ陸上の日本人、はい、アジア人初の 100m10 秒台で、はい、走った方ということで、もともと陸上はされてたんですよ。僕はだから結構遅咲きで、うん、高校まで野球やってて、卒業して、うん、たまたまこの高校3年生の運動会で、はい、地域の運動会で陸上部の代わりに出た大会で、はい、100m 優勝しちゃって、これは学生の頃、もう高校3年の時に、うん、それであれと思って俺足速いんだって気づいてそれまで気づいてなかった、ね、気づいて野球部ではどこまで、野球部ではなんとファーストという、うん、あまり足を使わない場所なんですけど内野とでもその時も身長大きかったんですよ。身長は185センチで85で、で高校の時は1メートル82センチぐらいかな。ああ、なんかイメージですけど180以上ある人が速いイメージがないんですよ、はいはい、だから結構今でこそこのウサイン・ボルト選手とか、うん、まあ、結構でかい選手が出てるんですけど、す、ね、僕らが、まあ、当時、まあ、20年30年前近くですけど、うん、もう本当に 100m いればもう1メートル60センチとか、うん、ちょっとちっちゃい人の方が速いっていうようないう人も多かったので、これ空気抵抗とかのイメージ、それとも体の動きが大きい人がゆっくりに見えるっていう錯覚みたいなの、まあ実際僕ら1メートル80センチぐらいになると筋力が日本人ないから結構早く、このストライドは幅はいいけどピッチっていうか早く回転できないっていうのが、動かす力、筋肉が、はい、黒人選手結構身長大きいけど、うんうん、すごい回転も速く、はいはい、筋力があるから回せるんですけど、だから結構1メートル80センチを超える、1メートル85センチ100メートル選手は、うん、あんまりいない、いないですね。世界陸上あのそのマスターズでリレーやった時に、はいはい、あと福井、武井さんとあと二方、ね、最近ですが、最近だと朝原信晴、そうそう、朝原さんも背高くないですか。そうでもない、ね、彼1メートル79センチですね。ああでも79でも、はい、でも大きい方ですよね、はい、約80ということで、はい、川越さん確かにマイケル・ジョンソンとかってめっちゃゆっくりに見えますよね、うん、走ってる人でそうなんです、大きい人ゆっくりに見える、うん、ですね。福ちゃん先生、今これなんて書いてあるの、10品のりかな、
ディーンさんはどんな感じですか。最近親子ラジオで陸上の話あんまりやらないような気がするけど、やってるのかな、聞いてないんだけど。っていうのは多分ね、この方あの目が見えなくて音声入力でコメント書いてるんですよ。あ、そうですか。カブさん、親子ラジオは、まあ、2年前は毎週月1ゲストで、はい、出せてもらったんですけど、ちょうどこの時間ってあの、うん、陸上の指導とか、はい、あと僕自身の陸上の大会とかあって、うん、なかなかちょっと生放送で出るのは土曜日の10時台結構きつくなって、もっとお願いしてっていう感じで、まあ、年に1回か2回ぐらいはまあ出てるんですけど、やっぱりこの今の時期は結構シーズンなので。あ、なるほど、ね、この夏に前、そうなんですよね、うん、タイミング合わずですけど。今あの隣でキャンさんがずっとうなずいてますけど、キャンさんも陸上やってたんで、さっきその話しました。はい、あ、前にお会い、でも知ってはいるんですよ。キャンは昔もう大学ぐらい、もう彼が現役バレバレの時も知ってるし、うん、すごかったんですか。すごかったですよ。これもう彼らの世代結構強い選手多かったんですよ。明桜大学陸上部がちょうど強くなってた時期で、はいはい、彼ら世代ぐらいの時一気にもうちょっとあの九州でも活躍できるような人材が多く来てたので、うん、へー、キャンは結構そのまたカメラとかも好きじゃないですか、はいはい、あとそういうキャラだから、みんなになんか好かれてました。だから今日入ってきた時いたからびっくりしただから前に福田さんは一応来る予定があるよってした時に、あ、もう会えるって言ってとっても喜んで、で実は彼あの先週まで2週間休んでたんです。その近親者にそのコロナ陽性が出たっていうことで、はいはいはい、大事をとって本人は何でもないんですけど、はい、その間に福田さん来ないでほしいっていうのを願ってたみたいで、タイミング良かったというか、本当にもう楽しみにしてました超嬉しそうなんですよ今日だからキャンさんもそばにいながらね、はい、ちょっとあの話もしてるんですけど、スプリムさん、キャストさんやマスターと同じ50代ですが、冬は毎日スノボー漬けなんですが、古傷の右膝が最近悪化して滑るのが、辛い日があります。日常で無理なく下半身強化できる方法があれば教えてくださいということですけど、今何か下半身強化、ね、その僕ら世代になると、うん、僕もそうですけどトレーニングしてパフォーマンスを上げようと思う時 あのポイントは体の回復なんですね、うん、トレーニングした後にやっぱ連続でやらないとか、ちゃんと筋肉痛が回復してちゃんとやらないと結構怪我にのリスクも高くなるから、結構僕ら世代になると階段を登るとか、うん、まあ自重で軽くそういった簡単にスクワットをやるとか、普段の生活の中でちょっと結構工夫して、うん、スプリムさんって結構がたいが大きいから、はい、ウェイトがある方なんですよ、はい、だから多分その少し痩せないダイエットとかそうですねっていうのも取り入れた方がいいのかなと。有酸素運動をやりながらも基礎代謝を上げないといけないから、うん、基礎代謝を上げるにはもう無酸素運動か筋トレだなので、ええ、そこをうまく連動したやれば大丈夫じゃないですかね。とあとは回復のためにゆっくり休養を休ませ、ね、無理しないっていう、無理しない確かに50過ぎる、はい、50過ぎてからじゃないな最近ね普通に呼吸しててね自分の唾でむせるんですよどんなですか、むせたりします？それはないですか？うーん、そうですね、最近でもなんか動画とか僕見るんですよ。最近さ、うんうん、あ、映してる。そうそう、うん、見た時に、うん、なんか動きがどんくさく見えて、うん、もうちょっとなんかキレッキレの走りできてるんじゃないかなってイメージではあるんですけど、自分の姿を見た時に、うん、そう、はい、その後自分自身の動画を振り返ってみると、うん、あれなんか違うなっていうのがあって、あ、そういうのは結構もう感じますね最近から。最近でもずっと体を動かしてるから最近からなんでしょうね、はいはい、普通ほら20代後半とか30代ぐらいからも全然社会人になって運動してない人が久しぶりに運動すると思うように体が動かんとか、野球やってる人が一歩どこで二歩三歩スタートが遅いとか体がついてこないっていうのも、その感覚が今来始めたからなんですかね多分。そうですね、そのやっぱりイメージと体のギャップじゃないですか、ズレが出始めて、ズレズレ、なるほど、 それをいかに抑えるかっていうのは、まあ、ちょっとこの40代50代の、うん、まあ、ト
レーニングのポイントではあると思うんですけどね。無理し、まあ、無理しないように一番無理しない楽しくやることじゃないですか。あ、そうですね。シュプリームさん、疲れが取れない状態でやることが多いですね。昨日は標高2300メートルのところで滑り、息苦しくて死にかけました。すごい。2300ってさ、相当薄いでしょ、空気。薄いです、ね、すごい。その次、はい、埼玉のはちみつ一家さん、僕と年1 個下がヒープさんと同級生だったかな。むせる、溺れると思うくらいむせる。本当ですよ。呼吸ができないぐらいむせたりするんですよ。多分ね、だから日々体を動かしてるから喉の筋力とかは大丈夫じゃないかなと思って。結構喋ったりするでしょ、その指導の時とかに。あ、結構あのやっぱりこの僕ら小学生からマスターズとか、特に小学生多いんですけど、小学生はやっぱりこのに教える時のポイントは、最高の技術、最高のなんかこの知識を言ったらあの良くなるかっていうとそうじゃなくて、このやっぱりこのパーソナリティと同じような感じ似てると思うんですけど、いかに面白くするか、いかにジョークを入れるか、いかにこの子供たちが、楽しく、また来たいなとか思うことをするかだから、もう究極はもう、もう夢中になっていつの間にか気がついたら結構走ってたみたいな、プログラムをすることがポイントだと思うので、小学生ジュニア指導者は結構トークとか、このトーク、ジョーク、笑顔、そこは結構やると、結構子供たちグイグイ来るから、その辺と思った。ジュニア指導、そこがポイントかなって最近思ってるんですけど。なるほどね。イメージとギャップ分かろうというスプリムさん、T シャツパパヤさん、ライブがいくつか同じ日に重なって長時間ラッパ吹いて、この方はラッパ吹く方なんですけども、肺の周りが筋肉痛みたいに痛い時あるけど、あれってどこを鍛えたら丈夫になるんだろうと。肺のところっていうか、もう胸筋とか今度上半身、はい、腕立て伏せとかも有効ですかね。あ、肺の周りというと。そうですね、結構肺ということは内臓結構使ってるじゃないですか、そのこの肺呼吸でやるので、だから結構あの肺の周りが筋肉痛してるっていうことなので、むしろ筋肉痛っていうことはそこの筋肉使ってるので、いいことだと思うんですけど。あ、なるほど、はい、筋肉痛が常時筋肉痛パンプアップするようなやるするとまたもしかすると筋力アップになるかもしれない。そうですね、結構呼吸ってすごく大事で、今みたいにこのラッパを吹いてる時って、それでもトレーニングになってるんじゃないかなと思うので。確かに結構いいと思いますけどね。続けましょう。もうこれも完全にアスリートです、アスリート。そうですよね。はい、でその今その一般社団ストリート工房で、あの今指導とかやってますけど、これって立ち上げてどれぐらいになるんですか。2013年の、12月3日に立ち上げたんですけど。12月3日、日踏みの日じゃないですか。はい、もうすぐですね。で、その理由はもう本当に8年前、はい、世界マスターズ、武井壮と一緒に 100m 出た時に、まあ、ブラジルまで行ってレースしたんですけど、その時に僕、メダルを取ると、取りたいって夢で、挑戦して、日本人の子供が 100m 決勝行くのなかなか難しいって言われた中で、僕と武井くん2人で決勝行って、武井壮が4位、僕が2位となってメダルを獲得できたんですけど、もう夢達成、挑戦してよかったなっていう、もう感動して、沖縄に帰ってくる、約もう結構2日ぐらいかけて帰ってくる飛行機の中で恩返ししようと思って、で陸上で恩返ししようと思って、それから1ヶ月後にアスリート工房を作りました。すぐ、あ、自分がその取った恩返しを、はい、すぐ行動に子供たちに、はい、ということで、はい、もう最初からも子供たちをあのターゲットというか指導をということ、もう子供たちからマスターズ、まで高齢者、そして健常者だけじゃなくて障害者も、ああ今もう全ての世代、全てのまあそういういろんな地域の人も含めて、いろんな方が、走ることを障害スポーツとして楽
新無環境って当時なかったので、うん、日本でもそんなあの幅広い世代が一緒になってトレーニングする、またかけっこするっていうことなかったので、それをやろうと思って今やってきました。やってきて、これずっと8年間続けてる。8年間続けて、これはもうずっと生涯ライフ、ワークというか、そうですね、ずっと続けると、結局好きなことで仕事をやってる感じなので、うん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 、だからまあそれはすごく、まあ、ずっとやっていきたいなと思ってますけど、あ、それがそこからが根っこにあって、その今度この間テレビで拝見しましたけど、あの FEC さんとのコラボの話があるわけですね、はいはい、それはまた10時台に、はい、お届けしたいなと思ってます。ぜひ皆さん、メールの方もですね、福田先生宛にメールをください。10時になると読めなかったりするので、ぜひ皆さんメールでよろしくお願いします。この後チャンネルはそのままでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なかなか普通の質問ばっかりだ。めっちゃこのコメントすごいですね。うん、ぜひ皆さん、今コマーシャルの間もコメントいただければ多分話とか返事はできるし、ギネスさんこんばんは、いらっしゃいませ、質問があればお答えしていただけると思うので。なかなかラジオとかってもう最近も出れてないでしょ。本当ラジオは、うん、あ、違うや、ラジオは、うん、来週もう1週間朝ラジオ沖縄さんで5分間の朝の番組出たりとか。これは収録もうしてきました。あ、これ何時頃ですか。朝のいつだったかな、あの近所七井さんがやってる、はい、んですよ、朝の7時台ぐらいじゃん、なんか多分、じゃ あ名前忘れた、多分スプラッシュの中の中の違いですか ね。あ、なるほど。あ、じゃあそれも楽しみに聞こう。意外と何か結構コーナーのあの帯番組のコーナーの、コーナーに対してリスナーさんがコメントするのを番組がまた喜ぶんですよ。なのでぜひ皆さんスプラッシュの、ハッシュタグつけて番組、その福田先生の話聞いた感想とか思ったことつぶやくと結構またいいですよ。嬉しいですね、またそういう ね、リアクションあると楽しいですよね。そっか、8年か。だから結局その8年前はもう愛した、うん、このビジネスは成功しないよとか、うん、月謝取るのとかもうめっちゃいろんなこと言われましたけど、逆にそういった人が他にいないっていうこと。そうです、今そのアスリート工房以外で例えばその陸上の、はい、一般社団法人とか、はい、指導してる会社ってあったりするんですか。いや、会社として法人として、うん、陸上クラブをやってるのはアスリート工房だけなんですけど、個人事業主みたいな感じでアスリート工房の同じような形態を真似してやる後輩が一気に増えました。ああ、なるほど。逆にまた増えて、はい、裾が広がった感じ。もう今陸上クラブがもう多分全国でも多分一番多い方じゃないですか、比率的には。沖縄が、はい、どれくらいあるんですか。いや、もう30ぐらいあります。あ、マジでそんなにある。各地域にあるぐらい。はい、逆に、あ、いいですね、はい、陸上界にとってはまた、もうめっちゃいいですよ、めっちゃ、はい、とってもいい相乗効果ですよ、はいはいはい、あ、すごいな、なるほど。スプラッシュ聞いてるよと、初見追加さんよ、埼玉から聞いてます、この時すごい、お金払ってすごいね、皆さん本当にね、こんなって感じでラジオ聞いてくれてるんですよ。今日は皆さん、挑戦というテーマでメールお待ちしてますので、ぜひ皆さんメールください。よろしくお願いします。あ、で、番組の説明ほとんどしてないんですけど、10時からまたお酒のコーナーを少しやるので、はい、お酒って飲まれます。飲みますよ。何が好きですか。最近は、あ、何でも好きですよ、基本的に。あ、何でもいける。いけますね、お酒強い強いっていうか好きですね。なんだ、チャミスル、はい、飲んでます。チャミスル、韓国の焼酎。ああ、知らない。もう韓流ドラマ見たら、うん、チャミスルって言ったら、わーって言ったら、くださいよ、くださいみたいな。マジチャミスル、検索した方が緑の、うん、もうちっちゃい、まあ本当焼酎なんですけど、うん、リスナーさん知ってる人いるから、チャミスル知ってるんですよ。めっちゃ知ってる。教えて、韓流人分かるっつって。韓流ドラマ見てる人は、うん、チャミスル
韓国のドラマはほとんどこのグリーンの瓶の焼酎をドラマに出るんですよ、うん、はい、だからみんな知ってると思う。なるほどね。シャミスル若い女の子が飲んでるイメージですね。あ、そうなんだ。だから その韓国ドラマを見て、うん、シャミスル買ってこうって言って最近ハマってますね。あなたが好きだからって来てる。知ってる、サイレントル。あ、サイレントルだ。はい、サイレントルは結構2種類とか3種類売ってますよね。なるほど。で最近このギノワンのこの58号線の近くに、あ、韓国 の、はい、あの韓国の店、はい、毎週土曜日いますよ僕。あ、本当に、はい、あっちは韓国の食品だけ、食品だけ、もうほぼ韓国のコンビニみたいな感じですけど、あ、まあ、そこにチャミスルが、はい、と安かったりしますよ。まあ安いですね。あ、結構種類が多いので結構そこで結構買って、韓流ドラマを見ながら、あ、もう気分はそこに、はい、もうそこに入って飲んで。はい、パパヤさんがチャミスル、さっぱり飲める焼酎みたいなやつ。あ、そうそう、キラキラ女子が飲んでるイメージ。キラキラ女子ちゃん飲んこんかなって。確かにな、あなたが好きだからでしょ、うん、なるほど。なかなかさん、50歳超えると老眼で見えなくなって、仕事が細かい仕事だから、縮こまってやってしまうと、そのうちに肩とか背中が痛くなって、今、うん、癒しも兼ねて温泉に来てるんですが、日常的になかなか、何か効果のあることはないですか？僕も実はあのもうこのなかなかさんのコメントめっちゃ共感するんですけど、僕も老眼なんですよ。だから結構あの 家のベッド、うん、カバン、会社とか結構至る所に老眼鏡置いてます。僕まだ頑張ってテイクしてます。老眼鏡をつけてない人は結構尊敬します。頑張ってます、はい、あ、待ってよ、あのコーナー行きますんで、バンク上げます。時刻は10時を回りました。 FM ギノワン 79.7 メガヘルツでお届けしているのはマスターごっくん長のヒーフーミーズバーでございます。本日の ゲストさんは福里武さんをお迎えしているコーナー、10時台最初のコーナーはこちらよいしょ。バッカスのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかとしっちり甘く目で聞かれるマスターがお酒に関してのうんちくを語るコーナーでございます。僕元バーテンだったんです。知ってました？いや、すいませんでした。11年ぐらい真面目にやってました。そうですか。はい、ということで、突然ですが今夜のゲストの福里さんは今日5月13日がカクテルの日って知ってましたか？知ってませんでした。そうなんですよ、さっきね、ツイキャスでもコメントがあったんです、ギネスさん、今日はカクテルの日だそうですよ、公安のゴールデンで局長が言ってた、そう、カクテルの日ということで、カクテルの日の話をちょっとだけして、後でカクテルちょっと紹介しようと思ってます。カクテルの日、これなんでカクテルの日かっていうこと、キャンセルしてる、なんでかっていうの。いやー、わかんないです。そうそうそう、僕も知らなかったんですよ。で、これ直近を調べたんです。ちょっとコピペ読みますよ。カクテルをの定義は、1806年のアメリカの雑誌によって作られたということです。サボイカクテルブックっていうロンドンのサボイホテルのチーフバーテンダーが作った、1930年に編集されたカクテルのレシピに関する書籍で、1806年5月に、発行されたアメリカの雑誌ザ・バランスの文章を引用し、少なくとも1806年にはカクテルという言葉が、酒プラスその他の酒プラスその他の副材料を指しているということで、だったそうです。ザ・バランスで、というないもので追求、言及されたカクテルは蒸留酒に、砂糖、水、ビターを加えて作る刺激的な酒と定義されていたそうです。その翌週の5月13日の、5月13日号に読書からの問い合わせに対して
カクテルの定義が初めて文章化された、それがこの5月13日だったということで、そのことにちなんで5月13日を世界的にカクテルの日としているそうです。ということで今日カクテルの日に、今このコロナ禍でなかなかバーとか盛り場にも、盛り場とはなかなか言わないですけどいけない、この昨今、家でカクテル作っていただこうと思ってですね、これのバックスのこぼれ話は、ハーブは新鮮さが肝心ということで、夏はベランダでハーブを、育てて、そのハーブでカクテルを作りましょうというチャレンジ、爽やかカクテルレシピを3つご紹介していきたいと思います。自宅でカクテルとか作りますか？いや全然。カクテルって飲みます？さっきチャミスの話はしてましたけど、はい、カクテルとかって、カクテルは結構まあ若い時、まあちょっと二次会三次会あたりでバー行って、うん、もうその時は結構、うん、酔ってるんで、ええ、もうこれこれこれみたいな感じでもう飲んでた時は結構ありましたね。何か分からず注文したそうみたいな感じです。そう、若い時ってでもそうなんですよね、はい、でそれで味覚えて、そうそうそう、カクテルで、はい、で好きなのができると興味持ってと、はい、いう形になるんですよね。圭介さんいらっしゃいませ、俺みたいになるの、あ、圭介さんはあれだ、俺みたいになるので分かった、宮城圭介さんって自分で飲酒運転で事故を起こして今体に障害が残ったまんまで、その飲酒運転撲滅、アドバイザーじゃなかったなんだっけ、飲酒運転撲滅アドバイザー、アドバイザーをやられてる方です。アドバイザーで当たってたっけ、撲滅なの、撲滅ね、撲滅する活動してる方です。ラジオでもなんか CM とか、そうそうそう、もう出てる、僕の番組にも一度去年の暮れに出てもらって、はい、いろいろ話を聞いたんです、はい、彼が今やってるのが、ミヤランということで、ミシュランってあるじゃないですか、ホテルとか飲食店をランク付けする、それをミヤランって彼の名前を使ってもんじって、沖縄県内のリゾート施設とかあとホテルとか商用施設をミヤランの星いくつっていうのを自分 の, その障害者の目線でランク付けをするっていう活動をしていって、それをまた元にその沖縄県内 の, その人を受け入れる施設とかのランクが明確化したらいいなっていう活動をこれからやっていくっていうのをずっとやってるので、もし何か機会があれば一緒に、はい、宜野湾の方なの で、はい、福田先生はアスリート工房にはほとんどいらっしゃらない？いやもう僕アスリート工房メインなんで、ずっとこっちにいます、宜野湾に。いや今日は宜野湾でしたけど、うんうん、沖縄県で11カ所あるんで、ああなるほど、だから結構それを11カ所を回りながら、ちょっと回りながら、なるほど。圭介さん、もし多分ね、福田先生で、ね、いろんな方いろんな話つなぐ、もうそのすごいアイデアが出てくると思うので、はい、一度お会いして、はい、話していただけたらなと思います。ぜひぜひ連絡してみてください。はい、はい、ということで、そう、そのミントが繁殖力強いから楽だよね、プランターで鉢植えやらんと大変ということで、夏のカクテルはモヒートのイメージっていうケースさん来てるんですけど、その通り、夏はベランダハーブでおうちカクテルに挑戦、爽やかレシピ参戦ということで、梅雨入りはしたものの、連日の蒸し暑さに、から梅雨に爽やかハーブの自宅カクテルに、もう自分で作った字が見えないやばいんだよね、挑戦できるレシピをさらっとご紹介しますよ、まずはミントを使ったレシピです。ブドウのモヒートというカクテルですね、爽快なミントが主役、気分は一気に夏モードということで、ブドウのモヒート、材料がですね、デラウェアっていうこれちっちゃめのブドウが15粒、結構です。であとライムが1/2でミントが15枚、きび糖が小さじ1/4、ホワイトラムが45ミリ、炭酸水60ミリに氷適量ということで、これはもう潰して作って、くださいということです。グラスにデラウェア、ミント、きび砂糖を入れてライムを絞り入れる。ミントの清涼感に旬のブドウのさやかな酸味を加えれば、ごくごくと飲めてしまう夏仕様のモヒートに、皮ごと入ったブドウをつまみながら味わってください。ごっくんちょ、美味しそうですね。美味しそうですね。ブドウいいね。いいですね。その次いきますよ。なんとローズマリー、ローズマリーレモンサワーというカクテルでございます。最後まで香るハーブから、おうちサワーを格上げ、
すること間違いなしということです。レモン2分の1、ローズマリーが1枚、一枝か、こんなのね、今度ラジオでこんなって分からない。で、ウォッカが45ミリ、炭酸水、80ミリ、氷適量、作り方はグラスの縁にレモンの皮をこすりつけてレモンを絞る、縁につけると最初の酸味が来るような感じですね。氷を入れてウォッカを注ぎ軽くステアする。炭酸水を注いでそっとステアします。手でローズマリーを軽く揉んでグラスに刺して出来上がり。ローズマリーは軽く揉んで香りを引き出すのがとっても大事です。まずは鼻に抜ける香りを楽しんで、時間が経つとレモンサワーにも味わいが移り、また飲みゴールが訪れて味変を楽しめる一品です。ごくんちょということです。美味しそうですね。ローズマリー。さあ3つ目ね、ちょっと強烈なの来ましたよ。パクチーパイナップルというカクテルでございます。パクチー苦手でちょっとあれなんですけども、癖になる、組み合わせでお家が南国リゾートに。パイナップルジュースが100ミリ、パクチー2本、ジン45ミリ、氷適量、もうこれだけですよ。グラスに、氷を入れてジンを注ぎ軽くステアします。でパイナップルジュースを注いでそっとステアして、パクチーを手で叩いてグラスに、刺して出来上がり。これ叩くってね、寿司とかでもやるって言うんですけど、シソの葉パンってやると、手のひらでねやると香りが立つじゃないですか。そんな感じでパクチーも軽くパンって叩いて、グラスに刺すということです。パイナップルジュースの甘みとパクチーの独特の風味は意外ながら相性抜群だそうです。ちょっとやってみたいですね。異国感あふれる一杯にはお好みでココナッツシロップを加えても20丸。さあ、あなたも今年の夏は蜜を避けて自宅ベランダでミントローズマリーにパクチーを育てて自宅カクテルパーティーを開催してみてはいかがでしょうか。ということで以上、今夜のバッカスのこぼれ話でした。ありがとうございます。さらっとしてるでしょ。いやもう最高ですね。僕の夏のおすすめは、はい、ゴーヤーモヒートです。ゴーヤーモヒートもありだな。なんかカクテル飲みたくなったな。カクテル飲みたくなる雰囲気ですよね。どう考えても。もともとは自宅でこのツイキャスを僕の画面アップにしたまま、皆さん自宅で酒飲みながら番組を聞いてもらおうというコンセプトだったんですよ。いやでもお酒飲みながらいいかもな。そうそうそう、またゲスト次いらしてることがあれば、はい、運転手付きでお酒飲みながら番組全然大丈夫です。いいですね。本当にね、はい、ぜひよろしくお願いします。コロナが明けたらリスナーさんも入ってきますからね。そうそうそう。あ、うちの番組、はい、ゲストさんにのそばにギャラリーに遊びに来た人座らせて番組の中で会話もさせてやってもらいます。危ない人いりませんけど、面白い。今のところ安全な人ばっかりだったので、そういう形でやっていく。な、カンナ人がね、ここでね、違う曲が巻かれるんだよ。これはさっき聞いた。マイクを上げます。小林先生、もう少しマイク近づけて喋ってもらったら助かります。はい、さあ、お届けしているのはひふみずバーでございます。今夜は、一般社団法人アスリート工房代表の福里武さんをお迎えしてのひふみずバー、テーマは挑戦ということで、さあ福里先生、はい、引き続きその社団法人アスリート工房の話を聞きたいところなんですが、はい、さっきも言ったこの間 FG さん、 FEC さんとコラボして、はい、プロ選手の何でしたっけ、なんかその沖縄 の、はい、そのプロチームだった、例えばキングスさんとか FC リーグさんとかありますけど、はい、意外と沖縄の中で、うん、ちょっとプロチームじゃない、うん、まあ、アマチュアスポーツの中でも結構世界で活躍してる人とか、うん、日本代表クラスとか、はい、結構たくさんいるので、はい、そういう人たちをもっともっとメジャーにしたいなと思って、あ、それでまあ、FEC さんと、アスリート工房と、あとは琉球物流パートナーという、まあ、物流の会社の社長さんと、はい、まあ、3人で会社を出資して、
新しく会社作ったのが沖縄スポーツマネジメントという会社なんですけど。沖縄スポーツマネジメントですね、はいはい、なるほど。これは今登録してる方々をプロデュースするというか。そうですね、とにかくそのテレビとかラジオとか、まあ、CM を含めてそういったメディアはまあ FEC 強いところがあると思うんですけど、うんうんうん、僕はまたこのアスリートの視点として、うん、そのアスリートのそういったまあカウンセリングコーチングとか、うん、あとは悩み相談とか、うん、あとはこういったスポーツビジネスの運営についてのその相談とか、うん、あとはまあアスリート同士の横のつながりとか、あ、それも大事ですね。そういうのもしっかりやってあげて、まあ現役アスリートであればこういったスポンサーの問題とか、はい、まあ、いろんな問題があると思うんですけど、ね、まあ、なるべくはこういった、パフォーマンスを上げれるようなサポートしていこうかなっていう部分と、はい、やっぱりそのなんだろう、このアスリートって多分一瞬だと思うんですね、現役っていうのは、うんうん、短いですよね、うん、でも人生ではアスリート終わった後の方がはるかに長いわけだから、はいはいはい、僕らのコンセプトは、うん、アスリートの時代に輝くんじゃなくて、うん、アスリート終わった後にさらに輝く、うん、加速する、うん、光輝くような環境をプロデュースしていこうという形で、うん、まあ、そういう引退した選手もどんどん所属してますので、うん、まあ、そういう選手がまあ地域貢献活動とか、はい、まあ、いろんな教室だったりイベントだったりとか、あ、なるほど、そういうのをもうやっていくっていう形で取り組んでますね今。確かにこのプロ第一線で、はい、あの活躍してた人たちのこの経験というのは、はい、なかなかできることじゃないので、はい、それを誰かに伝える、はい、あの場所があれば、はい、とてもそこには付加価値がつきますよね、はい、そうですね。そういうのをまたその場所を提供する、はい、ということなんですね、はいはい、あとまあ沖縄だとお笑いの、うん、マネジメント会社モデルとか、うんうん、モデルさんのタレント事務所とか多いと思うんですけど、やっぱスポーツ選手のマネジメント会社はないので、ないですね、確かに。だからこれスポーツの価値をまあ作っていきたいなという形で今取り組んでるんですけど、なるほど、はい、あのよくプロ野球選手がその退職した後の、はい、をテレビで追ってたりするじゃないですか、はい、であれってプロ野球だからあの番組になってるっていうか、はいはい、だそういう以外のスポーツ選手で実際そういった形で普通のサラリーマンに戻ったり、はいはい、その世界一になったりとか、はい、オリンピックの代表で、はい、とっても有名な選手も、はい、その後現役やめると普通のサラリーマンとか、はい、GAE やったりとかしてって、皆さんなんかそのなんていうんですかね、急激になんか急にそっぽ向かれるじゃないですか。そうですね、なんかそういうのをって見てて、なんか見てて辛いような感じもあったりするので、はいはい、また何かね、そこに固執するわけではなくて、はい、その経験をまた何かに、はい、誰かに伝えて、はい、それがまた誰かの、その勉強になる、はい、ようなか活動ができればっていうのがメインでいいんですかね、そういった感じ。まあ、そうですね、まあ、うん、多分スポーツ選手を取り巻く環境は、まあ、いくつか課題とかあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、いろんなその課題を、まあ、マネジメントしていく、まあ、たくさんの人が登録してくれて、またたくさんの人たちの意見を聞きながら、うん、企業と地域と行政とうまくマッチングして、うんうん、まあ、サポートしていく体制を、まあ、作っていきたいなと思っているので、本当もうたくさんやることが多いですね。はい、こないだ立ち上げてばっかりですよね。4月の14日に、うんうんうん、まあ、会社法人登記したので、まだ1ヶ月ちょっとですね。はい、今この登録選手っていうか方はどれぐらい？25名ぐらいいて、はい、結構想像より多いなと。多いですね。まあ、だから逆にそれだけ皆さん期待してるということなんですかね。まあ、そうですね、結局今までなかったことが、うんうんうん、選手がやってほしい、うんうん、選手だった時にやってほしい、また今やってほしいとか、うん、そういう人たちが、うん、やっぱりこの興味を持ってくださってるので、うんうん、それはすごい良かったなと思ってて、うん、はい、圭介さんが高橋さんも出資してるんですねということです、はい、ご存知の方。上原高橋さんは、まあ、琉球物流パートナーの社長で、あ、1週間に1回2回、結構打ち合わせして一緒ですね。はい、なるほど。カーボーイさん、日本はオリン
オリンピアンの扱いがひどいって話よく聞くけど、他の国はどうなんでしょうかね。なんかオリンピックに出るだけでも、すごい、商法なのに、日本はメダル取っても金メダル以外はダメみたいな風潮があるような気がする、特にアジア大会なんかはビリヤードでいっぱいメダル取ってるのに、話題にもならない。この方は昔ビリヤードが好きでプロに目指してた方なんですよ。なので確かにあの競技によってはその全くあの、はい、なんていうの、光り輝かないというか、はい、やっぱりそういうのもあるので、はい、ビリヤードとかもやっぱりスポーツになるんですかね。はい、まあ、ビリヤード結構武井壮もしてやってるし、うん、結構すごいメジャーじゃないですか。あのメンタルを鍛えるのには良かったりしますかね。はい、まあ、だからそういうスポーツが、うん、今オリンピックもそうですけど、うん、金メダル取ってもまたメダル取ってもあとオリンピック出場しても、うん、本当たくさんねあの、うん、お金が入ってくるわけじゃないっていう、うんうん、でも他の国だったらもう金メダルだったりメダル取ったりまたオリンピックに出場すればもう完全なスターでヒーローで、うん、その分またお金も結構お家がもらえたりとか、はい、国から保証あったりとかするので、うん、そこはスポーツの価値をこれからどんどん上げていかないといけないので、うん、まあ、誰かがまたいろんなところでこういうのを僕らがやっている活動がもっともっと増えると思うので、うんうんうん、そうするとまあそういう部分でこのビリヤードも含めてそうですけどいろんなスポーツがもっともっとそのこの浸透していって、うん、そこでしっかりと、ね、あの生活できるような環境も出てくるのかなと思ってるんですけど、うん、はい、ケスケさん、スポーツで企業に入った後引退したらその会社に継続していられるんですかと聞いてますけど、今2種類あって、うん、この実業団選手に例えば陸上で入ると、はい、この大手の大体企業って大手だと思うんですけど実業団だと、うんうんうん、そこに2つの選択肢があって、はい、会社に来なくてもいいから、うん、契約社員で給料は結構上げるパターン、うん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 、と正社員で採用するけど、うん、この給料はまあ一般的な新入社員と一緒のパターン、はい、どっちか選択するんですけど、ね、まあ多分今8、2ぐらいでこの現役選手はオリンピックとかそういったパフォーマンスを上げたいから、うん、正社員にはならなくて契約社員でやるんですけど、はい、そこも結局1年2年経って日本ランキング入るあの条件が、うん、あの悪かったりとかすると契約終了ってなるんで、なるほど、結構スポーツ選手はまだまだ取り巻く環境はなるほどあの整備されてない部分も多いのかなと思いますけど、はい、やっぱ競技に専念できないんですよね。そうですね、もう先のことを考えて行動しないといけないので、はい、そうだよね、生活しないといけないですね、セカンドキャリアね、うん、はい、そっか、なかなかさん、高校の時やってたハンドボールの世界では現役を辞めた後の、悲しい話もよく聞くと、ういうことですね。その方たちをこれから支えていこうというチャレンジですね。そうですね、まあ、僕も50になったので僕自身の競技ももっともっと追求してる中ですけど、うん、まあ、少しでもねなんかいい環境とかまたいい、まあ、いろんな方から意見を聞きながら変えられる部分は変えていきたいなと思ってやってますね、うん、はい、これからはじゃあその沖縄のスポーツビジネスの、はい、また構築と。そうですね、ということですね。まあ、スポーツの仕組みというか、はい、スポーツを通して、うん、まあ、沖縄の地域を元気にするっていうテーマでやっていってるんですけ ど、はい、ど、例えばですね、僕がじゃあそれ何か協力したいなって気持ちはあるんですけど、はい、どんなことで協力したら協力できたりします、まあ、それはもうあれじゃないですか、例えばひふみさんは、うん、その自分の好きなものとかあるじゃないですか、はい、そのこういってね、あのこういったトークして、うん、やっぱそこでやっぱりこういうアスリートとかをたまにもゲストに来てもらって、はい、アスリートの取り組みとかをやっぱたくさんの人に知ってもらわないといけないと思うし、理解してもらえるように、まあ、そういうそれぞれ の、 このやってることで何かうまくアスリートと一緒になってなんか連携する部分があればいいのかなと思ってるんですけど、はい、嬉しい話です、はいはい、ぜひ僕の番組で話していただける方がいたらぜひ紹介してください、はいはい、もうそれぞれドラマがあるので、ええ、そういう活動とかを知ってもらえば、ええ、
嬉しいなと思います。結構ね、ハノボールのチームはアスティーダでしたっけ、違うな、クラソン、クラソンの先生が番組出てて、はい、ゲストさんで、あの中村先生という方が、ハンドボールね、ハンドボールね、はい、あのお医者さんしながら、はいはい、彼ともちょっと話前にした時も、はい、やっぱりあのお医者さんしながら、はい、本業やりながら、はい、あのそのコラソンの選手として活躍してるのをまた YouTube に日頃日常を上げたりして、はい、頑張ってやってる姿って自分で発信してたりするので、はい、そういった方のそのツイッターとか動画とか YouTube もまた僕たち、はい、あの一般の人たちが見る、興味を持って見る、はい、あとはあの評価して楽しかったら楽しい、リアクションするっていうのはまた一つの応援の一つになるんですね、と、はい、いうことですね。そうですね、そうですね、ありがたいです。カブさん、じゃあ僕の弟は元琉球コロソン、あ、そうなの、コロソンの話がよく出る、中学の先生できてるのがラッキー、あ、中学の先生できてることがラッキーなのかもしれないですね、と、はい、ああ、そうかもしれない、今日福田先生来るっていうことで、うちの姉が今日あの DM 来て、福田先生来るのすごいねと、うちのその姪っ子が荒垣さゆりっていう元バスケットっていうか国体選手やってる子で、アスリート工房でコーチングの依頼が昔あったとかっていう話をしてたんで、福田先生覚えてるかねっていう話してたんですけど、知らないです。中学ですか。中学は首里中、浦小ね、バスケット部。僕は教えてたってことですか。あ、いや、アスリート工房のなんか指導をしてほしいみたいなオファーを受けたみたいないう風に聞こえたんですけど、そんなことってやってます、バスケットはないですか。覚えてないですね。じゃあ違うかもしれない。どっかで合ってる、どっかで合ってるのかな。どっかで合ってるかもしれないですね。そっちももう修理なんですけど、バスケット好きすぎて荒垣公園のすぐそばに引っ越してずっとあっちに住んでるんですよ。毎日バスケットできるんですよ。ずっとあっちでバスケットやってる。仕事もバスケット中心。どっかだったかな。うん、もしまた何か機会あれば、ぜひまたじゃあお願いします。はい、はい、なんかつながればいいなと思ってます。さあ、そんな福田先生も迎えてです、今日挑戦ということでのテーマなんですけど、メールも来てるのでね、ちょっと紹介しましょうね。コハグラのターミネーターさん、誰かよ。福田さん、素敵なトークありがとうございます。踊りの経験ゼロ、ラジオネーム名古屋のスーパーマトリオックスエクサレントダンサーズでございます。先ほどコメントもコメントまだ来てなかった、あ、来てたよね、ダンサーズさんね、はい、ねえなで来てた人だな。現在進行形で挑戦していることは生放送のラジオをすることですかね、ということです。なんといってもスポンサーさんという強力なサポートがあることと、激励していただくことが挑戦を継続できるものと思っております。それと生放送にこだわっていることでしょうか。名古屋だから収録放送でしょということなく、オンデマンドに放送すること、これがまさにコール&レスポンスだと思っています。だからラジオが面白いのです。どんなことをして、どんなことをしている番組なのかは FM ギノワン毎週火曜日22時から聞いてみてくださいね、ということです。コアグルのターミネーターさん、スポンサーさんのありがたさ分かりますねっていうことなんですけど、この方はラジオリスナーさんで名古屋に住んでるんですけど、うん、FM ギノワンで番組やってるんですよ。へー、それも生放送で、すごいすごい中継すごいっすね。そうそういう方法があるんだ。そうなので、例えば福田先生がラジオで番組やろうと思ってもここに来なくてもラジオができるということです。で、今皆さんがリモートでやってるのが Zoom という方法が、はい、ほとんど使われてるんですけど、名古屋さん、ダンサーズは違うんだよね。シンクルームっていうヤマハが開発した音楽のセッションするためのソフトを使って音声だけ。なるほどね。じゃあズレがないんだ。そうなんです。あ、すごい時代だな。なるほどね、はい、それでやってるんだ。そうです、そうです。すごい、謎が解けたというか。なるほど。それまでちょっといろいろいろんなシステムを試したんですけど、うん、やっぱりこれが一番いいということで、技術的にもやっぱりそういう遅延的にも、うん、やはりすごい技術使ってますので、一番このリモートでの一番の問題はそのタイムラグ、うん、はい、返事してコメントしてあっちが返事が返ってくるのタイムラグがある。じゃあそれがほとんどない状態でできてる今のところ。そうですね。あ、素晴らしいな、さすがだな、ダンサーズさん、いいですね、はい、名古屋のその番組、例えばですよ、福田先生がその電話ゲストでっていうかっていうのは可能ですか。
あ、全然何でも、はい。ああ、もう、はい、もう、だそうです。はい、僕、つなげますんで、僕でよければ全然です。大丈夫です。名古屋だからって、名古屋でも放送してないんだよね。こっちの番組もすごい視聴率ありますからね。うんうん。で、そのダンサーズさんもそうなんですけど、RBC さんのリスナーさんが内地の方が結構多くて、りんたろーさんの番組とかで。で、今日来てる方も内地の方結構いらっしゃるんですよ。で、それも皆さん、RBC のラジオを聞いて、ラジオリスナーとして仲良くさせてもらってる延長で皆さんこうやって、あ、ぜひよろしくお願いしますって来てますけど、なんか仲良くなった方たち日本全国散らばってるので、すごいですね。またダンサーズさんの番組で福田先生の話ができたら、もう全国にこの沖縄でこういうスポーツビジネスっていうのをやってる方がいるよっていうことをぜひ拡散していただければなと思うんですけど、ちなみに福田先生ツイッターはやられてなかったですか？ツイッターやってますね。今インスタ、YouTube とかで、はい、福ちゃんチャンネル、福チャンネルもやってます、ね。福チャンネルもやってて、はい、でその今回15日のまた中高生の記録会みたいなのが、はい、中学選手権、はいはい、とかっていうのもあれはインスタで見たのかな、LINE で見たのかな、はい、で見たんですけど、ツイッターでは拡散してないんです。ツイッターでも。中学選手権と大会です、引率ってことですか、うん、イベントとか日頃やってる活動をインスタに上げてるじゃないですか、はい、ってますよ。であれはツイッターとかでは上げてなかったりします？上げてツイッターはやってないです、うん、ツイッターはなんかどっちかというと思いとか、あ気持ち、今の気持ちみたいなのをやって、インスタはイベントとか写真、まあ、そういった今日こういうトレーニングやりましたみたいなの上げてますけど。ああそうなんですね、はい。自分は皆さんにお勧めしてるのが、ツイッターで情報拡散がとってもしやすいんですよ、はい、リツイートがとってもしやすいので、はい、インスタは見るだけなんですよ、ね、はいはい、でそれを僕が例えば福田先生のその上げてる記事を誰かに見せたいと思っても、はいはいはい、一人にしか届けられないんですよ、はい、DM みたいな感じ、はいはい、あとはストーリーズに上げるだけしかできないので、はいはい、ツイッターだとリツイートしたらパンってもう、はい、みんなにパッて見れる環境に置けるので、周知にはツイッターが有利なんじゃないかなと個人的に思ってて、キャンさんどう？やっぱり広めたいものに関してはツイッターってすごい便利ですよね、拡散力がすごいあるので、うん、早速ツイッターやってます、うん、あツイッターとあとインスタグラム、やっぱり今若い子は見てるので、インスタやってるね、うん、はい、それもコピーしてそのまま載せて、はい、配信するだけ、つぶやくだけなので、はい、もしあれだったらアスリート工房のアカウント作ってでもいいと思います、はい、なんかそんなのがまたよかった、もしかしたらこれがよし、うまくいったらチャレンジ、チャレンジです、はい、挑戦ですね。で次のメールいきます。この方です、泉佐野の特急サザンです。この方大阪からですね。今挑戦しているのはダイエットです。今の体重は75キロ、この体重を72キロまで落として、僕より先輩なので3キロ落とすって大変なんですよ本当に。それから徐々に落として65キロまで体重を落としたいと思います。これサザンさん僕呼んでるというかもう宣言ですからね、ぜひ頑張ってください。ちなみに今の体型は お腹が出ていてタヌキみたいになっています。この挑戦成功したいので頑張りますと、あとその後に本名書いてますんでね、もうこれ署名ですよ宣言したんで、ダンサーさん、サザンさん頑張ってくださいね。カウボーイさん、靴ひもはちゃんと結んでいますかと来てます。あ、すごいです、よく知ってますねこれ有名な話ですよ、分かる。なんか大会靴ひも縛らんで出たとか、ヒープーさんに結構突っ込まれたんですけど一緒のなんかお酒飲んでる時に、うん、うちのスタッフが言ったんですよ、ええ、福田さん几帳面っていう全然几帳面じゃないですよっていう話から、うん、靴も結ばないですよって話があってこれ結ばない程度ってどれぐらいなんですか、キャンさん。なんか多分陸上界で多分 100m では、うんあんまりないタイプかもしれないですね。そうですね。いや陸上以外でも靴ひも締めない、縛らない、はい、結ばない人なかなか結構込まれて、ええ、なんかこの靴ひもってあれじゃないですか、このめちゃくちゃ強く結ぶと、ええええ、この脱ぐときに苦労するじゃないですか、うん、イライラしますよね。イライラするじゃないですか、あれが嫌だ。そう、そこでまたそのまたさらに履くときに、うん、またいこの結構ギュッ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 、はいはい、僕のシューズは上の方に、うん、あれがんですよ、
チャックじゃ何でしたっけ、ピシュッてこのマジックテープ、マジックテープあるじゃないですか、はいはい、だからスパイク、ああなるほどね、そう僕スパイクも、うん、マジックテープ式、マジック紐はちょっと緩くて、うん、上の一番のとこをマジックテープギュッてやればいいと思ってたんで、うんうんうん、それを話したらめっちゃ、なるほど、受けてくれて、うん、それをラジオでチャービーされた、そうそうそうインクスとかそんな感じですかね、そうなるほどね、ちょっと靴を、いやだってだってヒップさんの話聞いたら、いいもうマジックテープなしの普通の靴紐だけの靴の紐縛らんみたいにしか聞こえないから、なるほどやってますけど、それでもやっぱりなんか、うん、確かになと思って、今はどんなんですか、今縛ってます、あでも世界大会とかなった時に、うん、あの時のヒープーさん の,、うん、あの飲み会の時に言われたことを思い出してやばっと思って帰ってきますけど、でも今日の最高やです、今日のトレーニングの時はでも普通に緩かったです、緩かったですね、でもそれでもマジックテープはそのままでしょ、ちょっとあの気合い入ってる時だけ、なかなかさ、え靴ひもってきちんと結んだ方が足がホールドされていいんじゃないの、そうですね、僕子供にはそうです割には本当も申し訳ないです、DJ さん沖縄ニュアンチュールさん大阪で見てますし、ラジコで沖縄に常時設定してますよと、みんなラジオ好きなんですよね、ワオの香里さんこんばんは、22時頃から見てますと来てます、ワオの香里さんもあの茶谷で居酒屋やってて、ワワっていう居酒屋で僕うちの番組のスポンサーさんでもあるんですよ、じゃあ今度行きたいですね、あぜひ、はい、超美味しいですよ、あそうです、お昼ランチがね1000円でね魚のバター焼きが食べれるんです、じゃあ今度行きます、ぜひ、はい、はい、あとで紹介しましょう、ケイスキさん簡単に脱げると歩きにくくないですか、いやあの脱げることないんですよ、脱げないぐらいの、脱げないぐらいの微妙な感じなんですよ、だから結構ひと夏終わると靴ひもが日焼けしてるんですよ、ずっと同じだから靴ひもを一回今度 はい、取ってみると、はい、あのなんだろうこの靴ひも同士がずっとこのから重なった、あクロスの跡が残ってるんですそんだけ触ってないという、ケンさんこんな選手どう思います、初めて申し訳ないですあ僕にはちょっと絶対できないことなんで、うん、僕ちょっと左と右に全然足のサイズが違うので、うん、ああそっか、はい、緩めると絶対左抜けちゃうんですよね、なるほどね、はい、あまりないタイプだった次のメールいきましょうね、テーマ挑戦、マスター福里さんこんばんは、埼玉のはちみつ一家です、これはチュルミチュルミって書いてある、僕と同級生だったかな、テーマ挑戦、最近は挑戦と言えるようなチャレンジはしたことないですね、守りに入ったわけではないですがチャレンジする機会がないのです、3年前沖縄でやってたサップは楽しかったです、初めてだったので自分にはチャレンジでした、運動をやっているのでインストラクターから体幹が良いと言われました、今度はサップで波乗りにチャレンジしましょうと言われました、なので挑戦するとしたら、サップでの波乗りですかね、マスター福田さんはサップやったことありますかということなんですけど、福田さんサップやったことありますか、やりたいですけどやったことないですね、できそうだよ、体幹絶対強いでしょ、いやもうそうですよ、もう体幹は多分筋トレとか体幹系結構やってるんで、そこの辺のフィジカルは結構自信ありますけど、バランスどうですかね、その サップそんなにバランス多少僕やったことないですけど、普通の人が立ってたりするみたいなので、あ大丈夫ですかね、多少上でヨガやる方もいらっしゃるので多分結構取れると思います、ええサップヨガすぐできたりするかもしれない、やってみたい、面白い、気持ちいいだろうな、あのラジオ聞いてる方 YouTube 見てる方、はい、福田さんにサップヨガ誘ってください、はい、ぜひぜひ、福田さんがさうちのサップヨガ来たよってまた宣伝になりますよ、ぜひ皆さん呼んでください、あの体験でお願いしますね、僕泳げないですけど大丈夫ですかね、わかりません、はい、泳げないですか、陸上では結構強いですけど海上ではもう全然ど素人で全く泳げない、はい、水深1メートル85センチだったら大丈夫ですけど、いや85センチはもう沈んでます、はいはいはい、足がつまない、ね、つま先立ちか、はい、ギリギリ呼吸できる、次のメールいきます、あこれは4万個カンボイさんの後でも別のやつ、マスターキャンさんリスナー皆さん、久しぶりのメールだこんばんは、今日のテーマの挑戦したいことというのは、あやなりさんですね、いらっしゃいませ、私は沖縄移住を決めた時から挑戦しまくりです、うん、沖縄去年来たばっかりだったよね、ですね、うん、
初めての移住、初めての一人暮らし、やりたいって決めたら叶うもんですね。沖縄に来てからは長年の夢だった宮古島での体式マッサージの合宿、沖縄は私の夢を叶えてくれまくりでした。そして今年は初めての独立を考えています。お、仕事独立する。おお、あのマッサージの方です。あ、いいね。興味ありますね。興味ありますね、はい、はい。どこまで読んだっけ、沖縄に来てからはあれよりあれよといろんな あれよあれよといろんな出会いがあって共同で始めることになりました。あ、もう決まってるんだ、すごい、おめでとうございます。合わせて出張も始めてますよ。コロナでいろんなことが様変わりしたけど、その分いろいろと自分も変わって挑戦しまくります、頑張りますよ、ということですよ。スポーツ選手のマッサージもやります、あやなりさん。営業してください、ひふみさんからの紹介ですって勝手に言っていいです。いいですよね。マジで、あ、でもすごいな、すごいですね、独立できたらいいですね。あ、これも最後に読む、あれカープボーイさんは、あ、これだな、あ、福ちゃん先生、武井壮さんって今でも車で寝泊まりしているんですか。いや、それはないですね。もうあんだけもうお金持ちですからね。うん、昔は車で寝泊まりして、まあ、貧しくてですよね。貧しくてってことですか。はい、なんかその最近ちょろっと話したら、うん、沖縄のホテルの VIP、うん、ホテルあるじゃないですか、はい、そこ自分の自宅よりははるかにちっちゃいし、うん、とか言ってスイートでしょ、それって。そう、スイートルーム、スイートかじゃ狭いんだ。そう、あ、いや、もうだ、結構いいところに住んでるから。ええ、すごいな。すごいですよね。あやなりさん、音声が途切れるときは一回一旦切ってからもう一回接続し直してみてください。すごい独立、一国の主じゃないですかというのはね。でも本当ですよね、あやなりさん。でもすごいな、頑張ってください。武井壮さんでもたまにYouTube 見てますけど、面白いですね。やっぱトークうまいですよね。トークとリアクションがね、本人も結構研究してたって言ってた。あんまり言わん方がいいですよ、これ、はい、そうなんですね、うん。次のメールです。ひふみさん、キャンキャンさん、福ちゃん先生、皆さんこんばんは、カープボーイです。今日のテーマ、挑戦と言ったら僕はやっぱり古典音楽ですかね。この方は目が見えなくなって三振を始めたんです、古典を。今年は一応、鍵屋で風の大会ができるようになるかもしれないので、一応今のところ毎日鍵屋で風ばっかり歌っていますと。まだ直せるところもいっぱいあります。直せるけど、これが今年中止になったら泣くということでね。いつかな、鍵屋で風の大会。古典やってて週1牛乳配達してるんですよ、彼の家に。で、行くとちょうど練習時間で、車のエンジン切って外降りると家の中から聞こえてくるんですよ、三振の音と古典の練習してる声が、歌い声が超いい。あ、いい挑戦ですね、すごい。音楽はどうですか、楽器とか。あ、僕音楽ねは苦手なんですよね、何もできないです。歌はカラオケ、歌はめっちゃ好きなんですけど、うん、なんていうの、音痴なんですよね。あ、そうなんですか。はい、勢いだけで歌う、歌います、ね。なんとなく、なんとなく勢いでだけでごまかすなよって言われますけど。何歌うんですか。ブルハーツ、あれ、勝手にしやがれ、ジュリーのあとか、なんだろう、もう結構歌いますよね、昭和的なやつとか。昭和の懐かしい曲なんですね。そう、ザ・ベスト10世代なんで、はい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 、そこら辺をやるんですけど、最近若い子結構アスリート工房でも入ってきてるから、うんうん、若い曲を、そうそう、若い曲をチャレンジしてるんですけど、まあまあ結構外しまくってるから迷惑してますけど。いや、頑張ってください。カラオケでも、はい、今度一度ね、また、はい、僕一緒にお酒飲みたいなと思ってるので、ぜひチャンスがあればよろしくお願いします。カーボーイさん、10月予定ですということで来てます。まだ中止、でも今10月に大会ってまだ微妙だよね、わからないですね、まだ先のことは。パパヤさん、古典眠くなるけどカーボーイさんの影で風はちゃんと聞きますねと、うん、ゆうつき、けいすけさん、最近僕はアーティストになることに挑戦してますよ。口にタッチペン加えて絵を描いてます。あ、すごい、すごい。ああ、なんか見たような気がするな。あやなりさん、了解、ゴルフ関係のお客さんならよくやりますよと、マッサージね。
あ、そっか、ゴルフ関係だったらじゃああれだ、アスリートだ、なるほど先生、なんとなく分かるわっていうの、沖縄にゃんちゅるさん年近いんでしょうね。はい、さあ次のメールいきますよ、こんばんは、今夜は旦那が帰ってくるまでではなく旦那と一緒に聞いてますっていうのは沖縄 T シャツパパヤさんですね。いらっしゃいませ、先週から始まりましたスリップビート、今夜もこの後0時から FM ギノワで放送します。この方も内地にいて、あの今日の夕方、あ、夜中の0時から生放送、あ、番組に持ってるんですよ。すごい、スリップビート、0時から生放送、あ、生放送で収録放送します。番組内で使ってる BGM でもあり、私のソロ曲プリズマティックレディの音源を送ります。ああ、ぜひひふみさんと、どこでもかけていただけると嬉しいです。そして、今年挑戦したいことは、私の所属するジャズビッグバンドの結成45周年ライブです。すげえ、45周年なんですね、この、コロナ禍の状況なのでオンラインで聴いている人にドキドキワクワクしてもらえるような配信、演出ができたらいいなと思っています。とはいえ、みんなのな、みんな何のノウハウもないので誰か助けてっていう状態ですと。とりあえずやれることをやって頑張りますと来てます。ライブ、キャンさんが協力します。同じ番組持ってる方のパーソナリティなので、はい、協力できるところは、で、あの音源が届いてるんですよ。で、時間がないので今度かけます。来週、来週ひふみずばの多分ね、インストだよね、インストルメンタルだと思うんだよね、後で。あ、でもなんか歌ってるって今メールで書かれてます、ね、歌ってるって書いてた、はい、いや、いいよ、かけよう、かけましょうね、来週、来週ひふみずばの1曲目にかけましょう、ぜひ、聞いてください。0時からもね、スリップビート、はい、パパヤさんの番組をぜひ皆さん、この後も聞いてくださいよ。あ、ブルーミーさん来てます。挑戦したこと、これまでにですね、介護福祉士をやってるんですが、最近寝たきりの人の、これは誤飲じゃないですかね、はい、誤飲吸引をした。あ、誤飲の吸引って大変だよね、間違って飲み込んだの、はい、高齢の方だったのかな、寝たきりっていうのは、挑戦したいこと、ラジオ番組、ウィー、ひふみずばではぜひ番組を募集して、僕の番組、この2時間の番組をジャックする方募集してるんですよ。番組、ラジオ番組ってやってみたいと思いません、はい、そうですね、僕一時期やってましたね、うん、あ、どこで FM 21、うんうん、で3年ぐらい、あ、そうなんですか、やってましたね、そういえば。すげえ、パーソナリティの先輩じゃないですか、はい、まはい、毎週1回やってましたけど、はい、その僕もそのこの番組始める前までは他のリスナーさんの番組にお邪魔してたのがあって、はい、そこからの延長でこの番組スタートすることができたんですけども、はい、やっぱりラジオ番組、ラジオ好きな人たちってやりたいと思うんですけど、はい、お金かかるじゃないですか、はい、なので僕の番組で30分でも1時間でも2時間番組でもやりたい方は使っていいですよっていうのを売ってるんですけど、はい、いい試みですね、一度一人一、はい、回ね、はい、ヨーロッパから来て、はい、コロナ禍で避難してる方がこっちって番組やって、日本人なんですけど東京の方で、でブルーミーさんが今のところ第二の候補で、さっきの核探吸引というそうです、誤飲じゃなくてすいません、漢字分からなくて、あとは僕がゲリラ的に1回 DJ やったぐらいですかね。寝た、僕寝坊したことがあって、遅刻か、あ、休んだんかんですよ、休んだ時です、休んだ時だね、はい、あれはコロナで休みだった、いえ違うか、なんで休んだの、なんででしたっけ、体調不良か、体調不良だったと思います、1回だけだよな、はい、1回だけです、4年で1回、はい、遅刻は2回沖縄大好きさん、ラジオ自分も気になってる、あ、もうラジオやりたい方、僕の番組、沖縄大好きさんもやりましょう、ひふみずば使って、好きな番組、リクエスト番組をやりたかったらやってください、生放送でリクエスト聞きながら放送するどんだけ大変か分かりますから、僕にはできないのでやってないですけどね。ぜひチャレンジしてください、よろしくお願いします。あ、
ジャックしたいというケースケさん、もうケースケさんもジャックしてください、ぜひ。その代わりずっと茶しゃべりですよ、きついっすよ、つばも乾きますよ、喉も。あとね、さっき、ニコミスキーさんも来てます、さりげなく、みんなさりげなくラジオ告知を挟んでる、ニコミスキーさんもさっき、ダンサーズさんの奥さんで、一緒にラジオ番組やってるので、宣伝をどんどんしてください、マスター複雑さん、こんばんは、味噌ニコミスキーですと、そのメールでも来てます、挑戦。昨年の膝の手術をして12月から職場復帰しました、あ、おめでとうございますが、徐々に筋肉をつけてようやく現場にも立つことができました、あ、すげえ頑張ってますね、ただ以前の状態で動き回るのは難しいと言われ、今はどこまで仕事が続けられるか挑戦の毎日です、同時に老化との戦いもありそうですが、諦めたらおしまい、できるとこまで挑戦しますよということ、確かに本当に諦めたらおしまいですよね、自分で、天井を決めたらいけません、うん、ぜひ頑張ってください、はい、膝の手術、急に膝悪くなって原因不明で手術して大変だったんですよね、うん、本当に複雑先生はこの今後のチャレンジっていうのは挑戦はそのスポーツビジネス以外にも、ね、僕今年ちょうど50歳になったので、うん、50歳の日本記録が11秒33なので、はいはい、まあ、前回あの沖縄県の大会11秒39まで来たんですけど、あと 0.6、はい、だから今年50歳の日本記録を作って、ええ、来年世界大会があるので、はい、世界大会で 100m で世界一になりたいなと思って、うん、50歳50歳以上のクラスの、これ49歳までのクラスから今度50代のクラスになる、そうですね、50歳から54歳までのクラスになるので、新しいクラスなので、新しいクラスなのルーキーですね、もうルーキーなんで楽しみですね、はい、だからこそまた今しかできない、はい、今しかできないのでチャレンジですね、はい、あ、いや、もうぜひ頑張って、はい、11秒33、はい、これキャンさんどうなんですか、厳しいですか、僕が現役の時に悩んだぐらいの気、マジで、はい、大学生の時これぐらいの記録抜けなくて、うん、ずっとくすぶってたんです、へえ、なるほど、そこから一気にパッて抜けて10秒台走れるようになったんですけど、10秒台もすごいよな、僕の記憶で中学校の時に 50m 走12秒かかった記憶があるんですけど、あれ どうなんですかね、10秒台走れるようになった時にも 50m よ、先輩戻ってきたタイミングで、うん、もう買ったことないです、ああ先輩って先輩、はい、あ、なるほどね見た目もそうだけど記録もでかいんだね、いや、もうすごいですよ、本当に、憧れですずっと輝き続けてくださいね、はい、ありがとうございます、最後のメール読みましょうね、どれだっけ、クニアのあったクニアのメール超長い、いきますよ、はい、チャリンチャリンチャリン、僕ギマですよ、はい、ひふみました、今日も素敵にバーオープンしていますね、順に順によ、そして初めまして複雑さん、そしてそれにしてもひふみました、今年43歳になるみたいよのカンカンというトイレの長いイラミないおじさんよ、順にトイレの鏡の前に立って自分の筋肉ポーズしてからに見つめ合って筋肉ついてないよ、それで俺は筋肉かだぜ、フージービカ浴びてからに筋肉バーテヌーヤンピーさんこは浴び浴びよ、順にうとるせいきよ、もうひふみマスター笑うしかないね、ひふみマスター笑おう、あはー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 、はいはい、ゲストさんの福田さんも一緒に笑いましょう、せーの、わあはー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 、いや岩崎ほら DJ さん、どこまで読んだか分からなくなった、笑うことは楽しくて大事ですよ、あはははは、もう僕も一緒に笑うよ、あはははは、イエイ、あはは、は順に順によ、イエイ、ひふみマスター、あはははは、はもう僕ギマですよ、はちゃ笑いするよ、あはははは、イエイな、しむさよって、いうことです毎週こんな感じのメールを読まされてる僕の身もなってくださいよもう内容が入ってこない、来た、同じく、正座禁止です、ギマジック始まった、出た大御所、もう内容がこれ読んだな、はーいって、ね、すいません、こんなリスナーもいるんですよ、はい、ギマジックですか、ギマっていうリスナーがいて、はい、
FM 小座と、あ、そうだ、FM 小座の DJ モーリーさんが、今日僕、福田さん来ますよって言ったら、あの、よろしくお伝えくださいと言ってました。で、あっちの番組でもゲスト、出れるはずなので。そうですね。ええ、はい、またじゃあ、はい、ぜひ、ぜひぜひ、あちらでも、はい、番組に出ていただけたらなと思います。さあ、そんなこんなで、ひふみずば、あと3分なんですが。今日どうでした、すいません、夜遅い時間まで。早いですね。早いですよ、2時間、あっという間で。皆さんそう言っていただけるのが僕楽しみで、はい、すごく楽しかったです。はい、今後はまた、はい、さっき言ったその、スポーツビジネスの社団法人、はい、あ、これ会社名、名前な、何でしたっけ。沖縄スポーツマネージメントという、まあ多分検索すれば出てくると思うんですけど、はい、そこにまあ所属タレントとかも結構おりますので、ちょっと見てもらって、逆にその指令に元スポーツ選手がいる方はそこに登録というか、紹介していただければ、はい、一声かけていただければ、はい、そういうサポートはできますよと。そうですね、はい、どんなパフォーマンスをしてるかの、その、相談とかと、はい、いうことですね。そうですね。はい、あとはじゃあその、アスリート工房、はい、もうかけっこをやりたいなっていう方がいればいつでも。これは基本的にかけっこオンリー、まあ、陸上ですね。走ること、早く走ること、早く走ることですね。これ練習は浦添の、いや、あ、もう浦添だったり南城市だったり西原町だったりとか、あ、そうかそうかそうか、もういろんなあちこちでっていうことですね。わ、はい、かりました。ぜひ皆さん、今後の福里武史さんをぜひ注目していただいて、はい、沖縄のスポーツ界がまた盛り上がるように、はい、またというかこれまでにない盛り上がりを期待しているので、はい、ぜひその一着かなって、福田さんに飛躍していただけたらなと思います。最後に皆さんにちょっと一言また声かけしてもらっていいですか。はい、はい、そうですね、まあ僕もちょうど50歳になりましたけど、まあ、いくつになっても挑戦することはすごいいいことだと思いますし、まあ、100年後にはね、もうみんないないわけですから、はい、だからまあ後悔しないように、楽しくどんどん挑戦していきたいなと思いますので、まあ、これからもよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。はい、本日のひふみずバーは、一般社団法人アスリート工房の福田武史さんをお迎えして2時間お届けしました。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたのご来店お待たせしてお待ちしております。ケスキさん、今日も楽しい番組ありがとうございました。ということで皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、ひふみずば、そろそろ閉店の時間です。ちょっと早めですけども、また来週も皆さんのご来店をお待ちしております。お疲れ様でした。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あっという間に終わりました。なんか言い忘れたこととかないですか？全然ないです。全然です。よかったです。アスリート工房のことを言ってくれて。はい。はい、ああ、俺が忘れてる。告知。やべえ、病的に無理じゃないですかね。何か告知ありますか。これは来週では終わりがないです。これいつだっけな。いつだったかな。あ、やばい、完全に忘れてた。大丈夫ですか。大丈夫です。もう次の番組のみでしょ。先生、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。あ、里見秀志、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。さ、福田さん、次の番組があるので、また席を開けていただいて、すいません、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。やべえ、約束したのに告知するの。あれ、YouTube 切れてる。何でも、何が YouTube の、あ、マジで切れてます。どこで切れた。お疲れ様です。すげえ、あっという間だな。